いいのか、さっきから何度も鳴ってるけど。はあ、いいの。南くん、ここわからないんだけど。どこ？そんなわざとらしい席何か食べる？サンドイッチとかあるけど。南くんにとってタブーなんだよ。いなくなったっていうか、女作って出てったやつなんて父親だと思ってないから。え、なんでそんなに自然に話しちゃうの？一緒、私を産んだ人も出てっちゃった母親だと思ってないけど。なんなのこのムード、言葉を交わさなくても通じ合ってる二人みたいな。じゃあ、うん、また明日。うん、もしかして初めて？南くん、こっちも予約していい？予約？やだ、もううるさい。バイバイ。